さみさん、兵庫県立行ってみたいと思います。今日の長文の全体像はこちらで、合計9問あるんですが、ちょっとさすがに全部これやってるとですね、時間が長くなってしまいますので、そのうちの7問行ってみたいと思います。で、特に皆さん問いの2番、この空小10問題6問はあるんですが、その中でちょっとレベルが高いやつ、これは合否を決めるんじゃなかろうかと思う問題が1題ございますので、このあたり楽しみにしていただけると嬉しいかと思います。では一緒に頑張りましょう。サミさん、第1段落でございます。皆さん注釈ついてますからね。サミさん、第1段落ちょっと長いので、まずは全体像を把握するために一読だけお願いいたします。サミさん、問いの1番、内容1問題でございます。サミさん、これ説問の指示がですね、 Universal Man、まあ、これがどんな人物なのかを問うております。で、そのユニバーサルマンがこの辺りに書いてあるんですね。ですから、この周辺を見たら正解が出ますので、ちょっと画面を移動させますね。サミさん、選択肢はこんな感じでございます。皆さん、本文も絞り込めておりますので、一読していただいた後検討をお願いします。サミさん、該当箇所はこちらでございますので、まずはこの三角括弧のところ、まあ、全てにおいて知識がある様子が伺えますね。サミさん、プラスして革新を生み出すことができる、まあ、新しいものを生み出せるんですね。で、それで皆さん、まず選択肢の A でございますが、皆さん、エジプトの話はなし。で、選択肢の B は文末の肖像画が書いてませんよね。で、選択肢の C も文末、モダンアートに関する記述もなし。で、残った選択肢の D ですが、まずは前半、幅広い知識。皆さん、三角括弧のところとこのあたり、合致してますよね。で、皆さん、選択肢の後半でございますが、新しいものを作り出す。皆さん、これが皆さん、イノベーションズということでバッチリ。ですから、正解は D ということでよろしいかと思います。さあ、皆さん、続いての段落でございます。で、皆さん、この第2段落もやはりちょっと長いので、まずは全体像を把握するために、一読だけお願いいたします。そして皆さん、画面の下、内容1問題問いの2番なんですが、やはりこの説問の指示に該当するところ、まあ、レオナルドが主張したと。で、それは皆さん、ここに該当するんですね。ですから、この周辺だけ読めばなんとか正解出ますので、ちょっと画面を移動させますね。それでは先ほどの段落の一番最後の部分でございます。で、皆さん、問いの2番の内容1問題、選択肢1つ正しいものを選んでいただけるとよろしいかと思います。サミさん、先ほどもお伝えした通り、該当箇所はこちらですよね。ですから皆さん、この文章中熟読していただいたかと思います。で、そうすると選択肢の A ですが、まずは伝統の話がなし。で、選択肢の B をすっ飛ばして、選択肢の C。皆さん、物を何度も何度も描く。皆さん、again and again は確かにここに書いてるんですが、それ皆さん、insisted ですからね。何度も主張してるだけでございます。そして選択肢の D も文末、art design。これがないですよね。で、皆さん、そうすると選択肢の B ですが、understanding the nature。皆さん、これがこのあたりと合致いたしますね。で、選択肢の B のこの form。それが本文中このあたり。ですから、正解は B ということでよろしいかと思います。さあ、皆さん、次まして、空小10問題でございます。で、皆さん、読んでいただいている段落は先ほどと同じですからね。で、皆さん、第2段落、中盤から後半なんですが、皆さん、このあたり読んでいただけるといけるかと思いますので、一読していただいたと、検討をお願いします。さあ、皆さん、説問箇所、art meant。皆さん、本文中、ここに書いてますからね。ですから、正解は skill。そして皆さん、二つ目の空欄でございますが、science meant。で、それはここに書いてますよね。ですから、正解は knowledge。こちらでよろしいかと思います。さあ、皆さん、続いての段落でございます。まずは全体図を把握するために、一読だけお願いいたします。さあ、皆さん、画面の下、内容1問題、問いの3番なんですが、やっぱりこの設問の指示に該当するところ。で、それがこのあたりに該当しますからね。ですので、画面を移動させていただきます。さあ、皆さん、内容1問題、問いの3番の設問の指示。レオナルドの方法は独特のものでした。で、それが第3段落読み始めのこのあたりですね。まあ、文頭からいくと皆さん、A に関するこの考え方。で、それがレオナルドを話すことになりました。で、誰と話すんですかっていうと、他のルネッサンス時代の学者。まあ、切り離されてるわけですから、独特だったんでしょうね。で、皆さん、文頭にディスと書いておりますので、これは皆さん、さすがに左が遡っていけば OK ですね。ですから、念のため皆さん、手前の段落。このあたりまで皆さん見えるようにしております。
ですから皆さん画面のこのあたりと皆さん選択肢見比べていただけるとよろしいかと思います。すみません、ディスコンセプションということですが、皆さん上の方に行くと、皆さんもう一回ディスが出てくるんですね。ですから皆さん青で書きましたが、このあたりの文章中にヒントが転がっているはずでございます。で、そうすると皆さんまず選択肢の A ですが、7つの視点、7つの分野。まあその話はないですよね。で、選択肢の B は文末、建築。で、選択肢の C は真ん中、哲学。そのあたりが書いておりません。で、皆さん残った選択肢の D ですが、Art and Science。皆さん、それはここに書いてますよね。で、皆さん、お互いがサポートされる対象。それが選択肢の D。一緒に Together。そうです。二つあって、初めてうまいこといくわけですから、選択肢の D が正解ということでよろしいかと思います。さあ、皆さん、続いて空欄補充の問いの2番でございます。で、皆さん、説明の指示のところにランクという話がありましてですね、本文はここ。ですから、まずはこの周辺を熟読していただけると OK です。ただ、なんだかんだ言いながら皆さん、手前の段落、この辺まで使うかと思いますので、一読していただいた後、検討をお願いします。それでは、先ほどもお伝えした通り、ランクの話がこちらでございます。で、皆さん、読んでいただいてわかるかと思いますが、from…to…ですから、この緑のところからピンクのところまで高まっている様子が伺えます。で、ここにエレベートという単語もありますからね。ですから皆さん、この緑の方が下で、ピンクのところが上。ですから皆さん、この説明の指示の文末のこのあたりがすぐ決まりますね。うにゃうにゃよりも higher。ですから緑のところが皆さん低いわけですから、正解は craft。そうすると皆さん、この空欄の一つ目、このあたりが皆さん、このあたりですね。an intellectual discipline。これが正解になるのかなと、まあ一瞬は思うんですが。皆さん、ここに3つの単語を入れていいものか。もしくは皆さん、これ空手の左側に漢詞がないですよね。で、この緑のところもそうです。空手の左側に漢詞がない。で、皆さん、緑のところは皆さん、これクラフト、皆さん、漢詞ないので OK なんですが、このピンクのところ、皆さん、アンという漢詞がくっついてるんですよね。ですから、このピンクのところを正解にしました。という方、まあ、少なからずいらっしゃるかと思いますが、皆さん、1単語、なおかつ漢詞がなし。そういう単語を皆さん見つけていただけるとよろしいかと思います。では、もう一度再考をお願いいたします。すみません、どうしたものかなって感じになるかもしれませんが、皆さん、これ空手の左側。レオナルドが強く信じております。で、皆さん、その強さの話はここですよね。強調。で、皆さん、先ほど青い設問解きましたが、やっぱりこれディスですよね。だから皆さん、手前の段落、このあたりがヒントになるはずでございます。で、あと皆さん、これ空手の左側もう一回ご覧くださいね。The art of。で、それにまつわる表現、このあたり、皆さん見つかってますよね。そうです。The art of はここに書いてますよね。で、皆さん、その The art of の右側見ていただきますと、painting。皆さん、一単語で、なおかつ漢詞がなし。よって正解は、painting ということでよろしいかと思います。